管に行きますね。まず45度で払います。そって伏せてはまあ2倍ぐらいですよね。で、これの左寄りから立ち気味に払っていきます。縦の線を持ってきますが、この角あたりを目安に降りてくると良いです。点が先ですね。で、横を書いた時に上の線よりも出さない。縦を書いた時はこの縦よりも下がらない。ここを3等分にしてもらって閉じます。そしたら辺の少し下からミルを書きますが、この長さはここと大体同じぐらいです。で、横は短く、同じ間隔で降りてきますね。で、ここを3等分同じ、角度で持ってきますね。そしたらこのミルの左のちょっと内側から立ち気味に払っていきます。最後はこれよりも下がらないようにして、縦横、ちょっと横の方が短いかな、上に抜きますね。